色は雅、四季は彩り、絹かけの道っていうんですね。金閣寺から次は国立堂元印象美術館、なんか展示してるのかな。ご視聴ありがとうございます。楽しいの番組チャンネルのご視聴ありがとうございます。小原です。なんか観光地っぽい映像が出てきて、これ京都なんですけれども、じゃあなんで京都の映像が出てきてるんだって、そういうやって見てらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれども、2017年にですね、私2017年のお盆なんですけれども京都に行きました。京都の大文字焼きってあるじゃないですか、まあ、その時に合わせてっていうことになっちゃったんですけれども、うちの用事で京都行くことがあって、それでですね、嵐山のところで、まあ、夜を過ごしたんですよ。夜を過ごして泊まったとか、どっかの旅館とかホテルに泊まったってことじゃなくてですね、まあ、桂川って流れてるじゃないですか、そこの、この川沿いのベンチのところで、まあ、一晩過ごして、まあ、野宿みたいな感じで過ごしてですね、まあ、夏だったんでよかったんですけれども、まあ、うとうとベンチに寝転がってうとうとしたりして、早朝を出てですね、また嵐山の辺を歩いたりして、あの竹林の道ですか、竹がいっぱいあるって、なんか昔の日本っていう、その昔の日本っていうのを感じさせてくれるような、ウォーキングのコースみたいなのになってるところがあって、そこを歩いてですね、そこから嵐山電鉄に乗ってですね、金閣寺の方まで来ました。それで金閣寺を見て、金閣寺から出て、でこの絹かけの道っていうところに出たもんですから、ここを今度歩いていこうって、まあ行き当たりばったりですよね。まあせっかく泊まりで、泊まりっていうか、まあ一晩京都で過ごして、まあ次の日見て回って帰ろうって思ったもんですから、まあ行き当たりばったりなんですけれども、まあ、こっち歩いて行ってみようというふうになってます。いろいろ喋ってますよね。立命館大学の前に来ましたとか、結構声がですね、元気なんで、距離が長いんで、まあそんなに寝れなかったと思うんですけれども、元気でこの歩いていくし、元気で喋ってるなって、今見て改めて、その時のことなんかも思い起こしたりしてですね、浮かんだりして、俺元気じゃないかって思ってますね。まあその2年前ですね、2年3年、足掛け3年になるのかな、2年半ほど前になるのかな、だと思うんですけれども、元気な私が喋ってます。鈴掛けの道をですね、歩いて行って、鈴掛けの道は絹掛けの道ですね。まあこの動画、今回のこの動画見てもですね、その京都観光に対してですね、まあ、映像だけ見ていただいて、こういうとこかって思ってくれる方がいるかもしれないですけど、そんなに京都の観光で、をガイドするとかってそういうことじゃなくてですね、この映像がですね、どうしてじゃあその時撮ったのをすぐ出せなかったかっていうと、公開してですね、その京都行ってきたっていうのを、京都行ってきたっていう動画をですね、公開して、まあほとんど見られなかったんですよね。それがっくり来てて、まあ後でいいかってことになって、このデータだけ持ってて、後で編集しようってことにしてですね、持ってたら、パソコンが壊れたんですよ。で、その時買った、パソコンが壊れて買ったのが、今使ってる Mac mini なんですけれども、2020年のですね、お正月、1月3日だったと思うんですけれども、まあ、突然ですね、起動時にですね、ブーンって音がして、ファンの音だと思うんですけど、なんか突然、このぐるぐる回っちゃってて、起動するときに、あ、これはいけないなと思って、思いながらも、今まだ使ってるんですけれども、まあ、修理に出そうかなと思ってるんですけれども、まあ、そんなことあって、この2017年のですね、京都に行った時の早く出しちゃわないとって思ったんですよ。で、それで今こうやって音をかぶせて入れてるってことですね。まあ個人的にはですね、その時京都に行った時のこの撮ってきた映像が入ってて、まあこの庭園もいいですよね。これ結構ですね、ここに行った自分としては、まあそんな悪い映像じゃないですし、そんな悪い動画にもならないとは思うんですけれども、
まあ、他の人に見せるにあたってですね、これ結構ただ撮ってきて喋ってるだけじゃないかみたいな感じなもんですから、こうやってあの今かぶせて喋ってるんですけども、まあ京都観光の、まあ本当にさっきも言いましたけれども、まあ、ここはこういうところだって分かるっていうことに関しては、映像で分かるってことに関しては、いいかなと思うんですけど、まあ一般的にこの人に見せる場合にですね、これ何を見ればいいんだ、私はなんで京都見なきゃいけないんだとか、どういう視点で見ればいいんだとかですね、そういうことにかちょっと欠けてるなってやっぱり思いますね。まあそれで再生数も少ないのかなって思うんですけれども、ですのでですね、まあ誰か友達とか親戚のおじさんがですね、撮ってきたと、なんか京都行ったらしいよあの人って、で動画撮ってきたから見てよって言ってるからちょっと見ようかっていう、そのぐらいのまあ軽いスタンスでお付き合いいただければいいかなって思います。まあ最後のところでですね、その嵐山電鉄のあの電車が出てきて、そこをちょっと感動したんですけど、可愛らしい電車で、その電車見るのはちょっと価値があるかなって思います。ですので最後の辺までお付き合いいただければありがたいかなって思います。まあここもこれ綺麗でしょ、さすが京都の観光地、観光名所みたいな感じがありますよね。まあこれ撮った2017年はですね、まあこういうとこどっか行ったら、まあちょっとですね、これ動画撮ってくるもんだと思って、動画撮ってくるもんだとして、その動画を上げて YouTube の動画の、として公開するもんだというふうな頭があってやったんですけど、今2020年なんですけど、まあ2020年になってもですね、私結構日本に来た外国の方の動画だとか、外国の人の結構見てるんですよ。こうあちこち行ってる、その観光のとか、まあ、自転車で回ったりして、人たちのどんな風に回ってんのかなとか、どんな風に走ってんのかなとか、そういうのを見たりして、そういうの好きなんですよ。相変わらず。ですので、まあ、また今年もですね、どっか行くと思うんですけれども、そういう映像もですね、撮ってって、でこの信文原のチャンネルで公開していこうかなと思います。それと思ったのはですね、やっぱりですね、この昔のその自分が撮ってきた動画をのサムネイルなんか見ていろいろ思い出したりしてるんですけども、したんですけども、わかりました。やっぱちょっとですね、まあ有名 YouTuber さん、まあ自分が YouTuber っていうことになろうかなと思ってやってるわけでもないんですけども、まあ、もちろん見ていただきたいですし、そういうのは気持ちは一緒だと思うんですけれども、まあ、そういうその有名 YouTuber さんとか見られてる方たちの動画にことを思うと、やっぱり弱いかなっていうのがあるんで、それも気をつけてですね、まあ、この先進んでいこうかなと、もっと見てもらえるように、チャンネル登録もしてもしたくなるような、動画を作らないとやっぱりいけないんだなっていうふうに思ってるもんですから、楽器店なんかを覗いてみたいなって、そこのところを頑張って、いい動画作っていこうかなって、まあ古い動画のことを、古い動画のサムネイル見て思った次第です。その前に最後、絹かけの道の締めは仁和寺です。ちょっと頑張って歩いていきたいと思います。あとちょっと辛いんですけど歩いていきたいと思います。絹かけの道、石碑、絹かけの道について話してますけど、まあ、絹かけの道を紹介するとかっていう風にすればよかったんですけど、まあ、行き当たりばったりでここ歩いてますから、たまにいますね、歩いてる人。結構長い距離でしたよね、絹かけの道。石碑は彩る絹かけの道、みんなで現代地着いたみたいです。まあ、嵐山とか金閣寺はかなりの人だったんですけど、ここの通りを歩いていく人っていうのはそんな少なかったです。少なかったですね。今自転車で来られた女性の方がいらっしゃいましたけど、まあ自転車でまあこういうとこやっぱ回ればいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。自転車があると、こういうちょっと空いたところの観光名所みたいなところをつないでいくのはいいんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ京都のですね、四条河原町っていうんですか、あの辺とかですね、まあ自転車で行くのはすごい交通量も
あるようなところなもんですから、その自転車で回るのはどうかなって思ってたんですけど、こうちょっとそういうとこから離れると、静かなところもあるんで、静かなところにいいものがあったりもするんで、まあいいものがあったりっていうか、京都はどん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 行けば行くほどですね、行けば行くほどっていうか、行っても行ってもですね、ここに何がある、ここに何があるってどんどん出てきて、観光的にはですね、全然退屈しないところですよね。行けば行くほどハマってくっていう感じですよね、京都って。ここもすっかり観光客ですよね。パンフレットなんか持っちゃって。お金払って、なんかもらってますね。そういう案内のあれを。庭園を見てきたんですけども、庭園の動画はちょっと撮ってないですね。国宝ですね。国宝金堂って書いてありますね。芸術。感動してますね。芸術って感じがしますね。感動して喋ってますね。みんなじいいですね。来てよかったです。まだ見るところがあるみたいなんで。まあ、いくつかですね、その庭、庭園が、見られたのが良かったかなと思います。この通り入ってきて、まあ、そういうとこ入ると総本だ。なるほど。まあ、本当京都はですね、この古いものがいっぱいあって、まあ、国宝級のものがバン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 あって、街の様子もですね、まあ、自分がいるような静岡県西部地方あたりとは随分違うんで、まあ、日本全国ここだけならもそうなのかな。ならもそうなんだろうか。奈良も行ったことあるんですけど、そう広くその鹿がいるところしかって行ったことがないぐらいですから、ちょっとわかんない、奈良がそうだって言い切れないかなとは思うんですけれども、まあ古いものがあってですね、全然違いますよね。まあ観光客もものすごいいますからね。まあそれで観光客あまりにも多くて、京都の人生活が普通にできないじゃないかみたいなことになってるらしいですけど、ほんと違うとこですよね。違うとこだし、人のものの考え方もやっぱ違うのかなって思いますね、こういうとこに住んでると。変えないもの、変わらないもの、守るべきものがいっぱいあってっていう感じですよね。まあ、それで生活されてる方もいっぱいいるんで、そういう仕事があるっていうのもまた違うのかなって思いますし、その嵐山で見た大文字焼きの、まあ、嵐山のすぐ近くのところの山に、もう大っていう字が見えるんじゃなくて、ちょっと離れたところの文字が見えたんですけども、それもすごいことだなって思いましたね。それもその昔からやってるってことだと思うんですけれども、よくそんなこと考えたなっていうのもありますし、まあ、いっぱいこのアミューズメントパークとかなんかそのいろんなイベントとかもあるんですけど、結構昔からそういうことを京都はやってて、人の関心をね、そういう行事に結びつけたりもしてやってきたんだなってあって、感慨深いものありましたね。やっぱ良かったですね。嵐山のところで見たその大文字焼きとかね、まあすごい人でした。よかったですね、この日、この時行って、京都に。これが8月で、9月もですね、京都行ったんですよ、またうちの用事で。まあ、いろいろ用事があるな、って感じなんですけど、あんまりそこのところ詳しく言えないですし、まあ、言いたい気持ちはあるんですけど、その言うとですね、その、京都のあるところに行くんですけど、そこの人がですね、その YouTube とか、その、インターネットとか、まあ好きじゃないって、やっぱ守るべきものを持ってる人なんで、その人も。そんなことされて、紹介されて、なんかあったら困るっていうこと言ってたんで、言わないんですけど、まあ、この年も2回か3回行ったんじゃないかな、京都に。で、やっぱこの、いろんなとこを見てですね、まあ、
京都の交通、バスとか電車とか自然とかあって、そういうものがですね、まあ、よくわかんなかったんですけれども、それもなんとなく理解できるようになってきて、そんな怖いもんじゃないなっていうふうに思えてきたのがこの年ですね。まあ何にしろなんとかなるんですけどね、効率的に効率よく回っていくにはどうしたらいいかとかっていうことに関して、まあバスとか市電とかの乗り方がなんか理解でき始めたなっていうのがこの年ですね。なんか京都行っての、まあしっかり見ればわかりますし、本当さっきも言いましたけれども、まあなんとか京都駅ぐらいはどっか入っちゃっても戻ってくれるぞって、まあ、地下鉄もありますよね。だから地下鉄とか、そうですね、地下鉄、市電、バス、まあ何社か入ってるんで、京都駅には戻ってくるぞって思いますけれども、まあそういうの慣れたなっていうのがこの年でした。でですね、まあこの年も何度か京都に行って、それからはもう行ってるんですけど、まあ、京都、まあ本当いいとこだなとは思いますけれども、こうしょっちゅうですね、お寺とかですね、その古いものを見て感動する気持ちばかりではないので、私は、まあいろんなものを見たいとなるんで、まあ京都ばかりに行くのもどうかなっていうふうには思ってます。まあ仕方なく行ってるところがあるんですけど、京都は。それとですね、最初はですね、この日もですね、帰りにですね、高速バスを予約してたんで、高速バスで帰ってきたんですけど、まあ最初の頃は新幹線で行ったりもしてたんですけど、最近ですか、去年あたりはですね、鈍行列車で行ったりもしてますね。鈍行列車で行って、鈍行列車で帰ってくると、いう風にもなってます、JR の。コンセプトがしっかりしてるのは、まあ、どんこ列車で行って帰ってくると、まあ、青春18切符とか使っていくとすごく安く行けますから、いろんな見方ができるっていう、そういう作りに感動して喋ってますね。2017年の私は、まあ、このあとですね、その最初のところで言いましたけれども、嵐山電鉄に乗って帰っていくんですけど、そこの電車のところがあるんで、ちょっと喋るの控えます。また暑くなっちゃいます。暑くなってますね。また暑くなってます。ここから先喋るの控えましょうか。ちょっと2017年の私の言ってることを聞いてください。京都駅へ。ここから始まりますね、嵐山電鉄のところが。京都駅嵐山市場大宮方面は、踏切を渡って反対側の方面、京都駅や撮影所前駅、4つ目で JR 乗り換えと。乗り換えなんだ。よし。なんか江ノ電みたいですよね。どこまで乗っても同じ料金です、これ。これ全線均一運賃220円。撮影所前で JR 乗り換えと。山陰本線。こういう電車があるっていいですね。これなんかすんなり迎えるんじゃないかと思います。バスで行こうと思ったんですけれども、バスも何本か、JR 京都駅も京都駅行くみたいなのが分かるようにして走ってるとかもあるんで、走ってるバスもあったんで行けるんじゃないかと思ったんですけど、どっから乗ればいいんだとか全然分かんないんで、これのが電車の方が分かりやすいかなと思ってこれで向かうことにします。この電車の名前がランデンって言うんですよね。
言ってなかったです。おもむろにんなじ的な歌野ってことですかね。歌野どっちから来るんだろう。撮ろうと思ってるんですけど、あ、来た来た、今降りた、今こっち来たのと反対方向に行くと、東映の太秦の映画村があるんですね。でランデンがあって、今度今私が向かってるのは JR の、京都駅の電車が出る太秦っていうところです。太秦っていう駅名のところです。ここで乗り換えでした。乗り換えます。緩い動画になっちゃいましたけれども、今回の動画いかがだったでしょうか。帰りは高速バスで豊橋まで来て、豊橋から JR で帰りました。また旅の動画作りたいなと思ってます。いい動画作りますよ。じゃあまた応援よろしくお願いします。今10時7分ですか。夜の帰りは渋滞とかあって、予定よりも1時間半ぐらい遅れて着いたんですけども、無事帰っておりました。まあ、豊橋です。いい旅になったんじゃないかなと思います。本当充実はしました。充実した感じはあります。豊橋、帰ってこれました。また、京都ですとか、京都また行くことがあると思うんですけども、まあ、他のところも行ってみたいなと思ってます。旅っていいですね。いろんな人と触れ合えて、なんとなく、いろんな人と、関わりが持ってて、それがまた残ったりして、まあ、いい感じで残ったりしてて、またそれでまたどっか行こうだとか、人を信じる気持ちになれたりもしますね。いい旅でした。皆さんもいい旅をしてください。